エスタディオ・ティブル・シオ・カリアス・アンディーノは、ホンジュラスの首都テグシガルパにある多目的スタジアムであり、ホンジュラスの国立競技場である。主にサッカーの試合に利用されている。収容人数は3万4000人であり、FC モタグアと CD オリンピアとロボス UPNFM が本拠地としている。テグシガルパにある国立競技場は、ホンジュラスの大統領、 ティブルシオカリアス・アンディーノが実験を握っていた1948年に建設された。このスタジアムは長年にわたり FIFA フフワールドカップの北、中米カリブ海予選において、サッカーホンジュラス代表のホームスタジアムとして利用されてきた。1981年、エスタディオティブルシオカリアス・アンディーノは1982、FIFA フフワールドカップの北、中米カリブ海、 サッカー連盟地区予選において、コンカカーフに所属する6つのチームが参加する最終予選の会場となり、ホンジュラスはこの最終予選において予選を勝ち抜きワールドカップ初出場を果たした。しかし、1998年により、収容人数の多いエスタディオオリンピコメトロポリターノが完成すると、エルナシオナルと呼ばれた、このスタジアムは以前ほど特別視されなくなった。 以降、エルナシオナルで、ホンジュラス代表の試合を開催する回数は、非常に少なくなっている。エスタディオティブルシオカリアス・アンディーノは、アンカーフカップ2009の会場となり、サッカーパナマ代表が初優勝した。また、サッカーニカラグア代表が5位に入り、2009、コンカカーフゴールドカップ本戦初出場を果たした。ありがとうございます。